巨人、首位浮上。首位？広島はさっさと負けとけば酷使せず済んだのにな笑い。広島ソフバンは追いついた広島に勢いあって有利とか言われるけど、追いつかれた方が勝つものなんだよな。ソフトバンク大嫌いやけど、カープ叩いてくれてありがたいので許す。たかですが楽しんでいただけたかな。広島は中継ぎ酷使した上でのさよならは痛いな。さすがやな、近藤、うちとの試合だとそこまで打たれないでよかったな。より良い結果になったな。セリーグ単独首位来た。近藤とかいう NPB 最強のバッターを FA で獲得するの卑怯やで。便器にはセリーグ全部倒してもらおう。セリーグまともな監督いないじゃん。巨人のピッチャーやっぱいいんだな。12回で0風だし。ソフバンさん、さすがや広島を夢から現実に叩き潰す3立てさよなら。ソフバンの打線見たらグロすぎて、近藤のホームランしか点取るの無理やろな思ったら、近藤が本当に打ってくさ。田中の自己無ランで損したの広島だけでくさ。本当うちは東京ドームソフトバンク戦でよかったよ。カープも阪神もパッとしない仕事し、案外期待してもええんかもしれん。巨人だけ中止ないんだよな。広島なんかも試合中止だよ。開幕戦のこの打順は遠い昔のようだわ。ソフバンが日尻に来たらチャンスあるな。ご視聴ありがとうございました。